だけを解決しなければいけません。泥棒に盗まれちゃったわけです。大事なものを、命を盗まれたんです。15年前、他界した父が最後の声を振り絞って日本を信じろと伝えました。最後の最後まで日本の力を、日本の国民の皆さんの力を信じたいと思って。こんばんは、拉致問題話の時間です。私は家族会の増本です。この2週間の、衛星に関するニュース、ここに書いてます。これは産経新聞ですね。6月15日、韓国軍の残骸回収難航とかあります。当初北朝鮮のこの、失敗に終わったミサイルじゃなくて衛星でしたね、を一部を回収したと報道がありましたが、その後全てのその、ロケットとか衛星を引き上げようとしてるんでしょうけれども、韓国軍は朝鮮半島の西側の黄海に墜落した残骸の回収を急いでいるが、当初2、3日と想定されていた作業を難航。この間に中国軍の艦船も現場周辺に接近し、両国が残骸の所有権を競う事態に発展した。これはもう完全に中国のあれでしょうね、邪魔をしているというか、でも航海ですからね、両方に権利があるとはいえ、やはり重要なのは韓国にとって最重要でしょうから、今韓中と韓中仲悪いですからね、お互いにやっぱり、お互いの政権に対して非常に不満とか ユン大統領は私は正義というか正国を得て発言してるとは思うんですけれども、とにかく韓中仲悪いから韓国のあれを、邪魔するという意図があるんじゃないでしょうか。当初の見通しとのずれがかなり大きい、なぜ悪条件を考慮できなかったのか、韓国国防省の会見では難航する回収作業に対し韓国人記者から批判的、こんなもん批判したってしょうがないじゃないですかね。撃たれた時に答えてからすぐ回収しようとしたけども天気が良くなかったってことでしょ。発表によると5月30日に発射された軍事偵察衛星は1段目のエンジンが分離した後2段目部分に不具合が生じ墜落し、回収に向かった韓国軍は韓国西部オチョンドの約200キロ西方の海面で2段目部分とみられる残骸を発見したが、引き上げに失敗して残骸に水深75メートルまで沈没した。これ残骸を発見し、一部も全然取ってなかったんでしょうかね。数日内の作業管理を主張していたと、大潮の影響でダメだったということですね。船舶と違い円筒形であることから、ロープによる回収作業の難易度を高い、早ければ10日から12日回収想定時期が再設定される中、国防省は12日中国軍が周辺海域で残骸の回収作業を行っていることが確認されたということ。中国が拾ってどうするんでしょうね。暫定措置水域の黄海に位置する海洋条約上、先に引き上げた方が残骸の所有権を得るということですね。韓国リンファ女子大のパク・ウォン・ゴン教授は、韓国軍がエンジン部分の回収に成功すれば同様の技術で発射されている火星17などの大陸間弾道ミサイルの開発状況の解明にもつながるということで、韓国はこれの回収を急いでいるわけですが、中国が邪魔しようとしている。で、6月16日の新聞ですけれども、韓国軍合同捜査本部は15日ですね、午後7時25分同20時37分首都平壌郊外のスナン付近、ここです、西側ですね、日本海に向け短距離弾道ミサイル2発を発射したと明らかにした。日本政府も北朝鮮が少なくとも2発の弾道ミサイルを発射、いずれも石川県沖の日本の排他的経済水域内に落下したと発表した。
船舶や航空機への被害は報告されていないという、まあ、国際社会への挑発をエスカレートさせる暴挙であり、北朝鮮に厳重に抗議したところの、まあ、毎回のフレーズでおっしゃってます。日米韓で緊密に連携していくとも、これも毎回聞くセリフですね。ミサイル2発は最大約50キロの高度で約850キロと約900キロ、いずれもおよそ11分間飛行し、石川県輪島市の舳倉島の北北西約250キロの EEZ 内に落下したとみられる。 EEZ 内に、なんで撃たないんでしょう、これ。変速軌道で飛行した可能性もあり、分析を急いでいる。分析ばっかりしたって実戦に伴わない、しょうがないでしょうね。近いソウル北方のポチョンで大規模な統合火力訓練、火力撃滅訓練を行った。これに北朝鮮が反発して弾道ミサイルを発射したと、ミサイルを発射したというふうに言われております。これに関連するあの記事なんですけれど、日米韓が北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難して連携強化をするという、ことを言っています。で、北朝鮮が15日に弾道ミサイルを発射したことを受けて、日本とアメリカ、韓国の3カ国の安全保障担当の高官が声明を発表したということですね。図も書いてありますが、それに韓国のチョ・テヨン国家安保室長は声明を発表したと。声明では、発射は国連安全保障理事会の決議に明らかに違反し、北朝鮮による大量破壊兵器やミサイルの開発計画が地域と国際社会の平和と安定を脅かしていることを示すものだと非難している、まあ、どこの国でも非難ばっかりですね、本当にね。その上で、日本と韓国の安全保障に対するアメリカの断固とした決意を改めて確認するとともに、北朝鮮の挑発によって3カ国の連携が揺らぐことはないと、まあ、当然、これは言わなきゃいけないことなんでしょうが、でこの北朝鮮の発射について、鳥取県のカニカゴ漁船が何か音を聞いているようなんですね。で県の担当者によりますとね、大和隊でベニズワイガニ漁をしていたカニカゴ漁船から何かが落ちたような大きな音が聞こえたと漁船を所有する船会社に連絡があり報告した。これ鳥取県のあれなんですけども、大和隊ってもうちょっと来ちゃなかったかなと思いますよね。県によると、漁船に被害はなくてその後も操業を続けているという。鳥取県は16日政府に対して、日本海で操業する漁船の安全確保を求める緊急要望を行うということです。でも安全確保を求めるって言ったら、もう撃ち落とすしかないんじゃないんでしょうか。それに応えられるんでしょうか。まあ、県がこれを要望するのはいいですけども、 何か違うような私は気がします。平井知事は、ミサイル発射は断じて許すことはできない行為だ、憤りを持って強く抗議をしたいし、政府は毅然とした態度で臨んでもらいたい。毅然とした態度がどこまでの態度でしょうかということです。浜田防衛大臣、短距離弾道ミサイルと断定、この15日に撃たれたこの2発が短距離弾道ミサイルと推定しているという分析結果、もし北朝鮮はアメリカに対抗するため核ミサイル能力を強化していく意思を一貫して示しており、今後も各種ミサイルの発射を強行していく可能性があると指摘しています。で、この自民党の小野田元防衛省、 EEZ への着弾慣れっこになり心配、まあ、そうですよね。16日に、この北朝鮮、核実験ミサイル問題対策本部の会合を開いたということです。
この中で防衛大臣、元防衛大臣ね、小野寺さん、排他的経済水域への着弾に慣れっこになっていて、ともすれば危険性を忘れがちになっているのではないかと心配している。まあ小野寺さんらしいあれですよね。優しい方ですから、あの方は漁業者が危険に怯える状況が起きていることを重く受け止め、政府には毅然とした対応を求めたいと、まあそうですね、元政府の一員であった時にはどうだったんでしょうかと小野寺さんにちょっと問いたいんですけど、まあそれは置いといて、また江戸元防衛大臣、北朝鮮が先月衛星ロケットと称する弾道ミサイルを発射してからわずか2週間余りで蛮行に最大限の非難を表明すると述べました。でもこれどうやって対処するという話になってるんでしょうか、政府の中で。いつもこう撃たれては安保理違反だ、それから非難をする、断じて許されないという言葉が羅列されるんですけども、一向にやむ気配がないこの北朝鮮のこの行為に対して止める手当を持っていないんでしょうかね。磯崎官房副長官、引き上げの重要性十分理解と、まあ、この、弾道ミサイルのあれでしょうね、これ弾道ミサイルの残骸を回収するという考えはないかと問われて、北朝鮮によるミサイル開発の最新の技術動向といったさまざまな情報が得られる可能性があるなど、引き上げの重要性は十分理解していると述べ、ミサイルは深海に沈んでいる可能性がある、一般的に深海からの回収作業は困難を伴うもので、実際に行うかどうかは落下海域の状況を踏まえ、技術的な観点などを総合的に勘案した上で判断する必要がある。だいたいこの言葉があるときには何もしないというのが、これまでの通常の政府のあり方であって、これ官房副長官ですよね、現職の、まあ、この方がこういう答えをしている以上結局は何もしないで、そのままだということでしょう。これこの辺の水域での震度ってどのぐらいなんでしょうね。でも不審船は引き上げましたからね、あの時の震度ちょっと私もあまり覚えてないんですけども、ということですということを言いつつ、一応問題視はしてるんですけれど、ただ何もその動きがないというのが現状です。これニュースウィークの日本版から出たんですけども、今回の衛星打ち上げに、非常にショックを受けている金正恩の最新映像のやつれた姿が出ているということで挙げています。軍事偵察衛星の打ち上げ失敗を認めた北朝鮮だが、労働党の会議では憔悴したような金正恩の様子にも注目が集まったと。これ軍事衛星偵察衛星、軍事偵察衛星の打ち上げ失敗を総括し、早期に再打ち上げを実施する方針を改めて示しているということですが、失敗の影響を受けたのかやや遅れて開かれたと。実際会議ではこの間の軍事政策をめぐり最も重大な欠陥は、5月31日宇宙開発部門で重大な戦略的事業である軍事偵察衛星の打ち上げに失敗したことであると言っています。同会議の中で認めています。朝鮮日報は同会議に出席した金正恩総書記の写真について、顔号がひどくむくみ、権利の契約上の問題で写真を見せることはできないんですが、ネットをご覧になっていただければいいですけど、非常に顔がむくんでいるように見えます。ひどく顔がむくみ、目の周りにはひどいクマができているように見えると、頬には大きな吹き出物もあった。専門家らはストレスや睡眠不足、過度な飲酒などで金正恩の健康状態に問題が発生しているものと見られると指摘した。今に始まったことではないですが、特に今回の
軍事偵察衛星に関しては、非常にショックを受けているということが報道に出ています。これラジオフリーアジアによりますとね、中国に人脈を持つ一部の防衛関係者は早くから打ち上げ失敗を知っていたということなんですが、残骸が韓国軍に回収されたことに大きなショックを受けているということです。先ほどあの中国が邪魔して全体のものを取り上げるのを邪魔しようとしているという記事もありましたけども、ただ一部はやっぱり回収してたんですね。これね、偵察衛星が失敗したとの情報に加え、技術開発水準も当局の宣伝と違って情けない水準にあるという証拠が出たとの噂も出回っているということです。もうこの北朝鮮は口社会ですから、口でどん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 広まっていく可能性もあります。まあ、統制はされておりますから大っぴらにはできないでしょうけど、戦略的武力の高度化を云々しながらミサイルや衛星を立て続けに発射した結果、主要な兵器体系レベルまで全てバレてしまったわけだということを語ってますが、まだそこまでは分かっていないと思います。衛星の打ち上げ失敗のニュースが広がると一部の人々はため息をついている。最高指導部が核兵器発展方向と核能力増強路線を掲げている限り、民生問題が解決される見込みは希薄だと思うからと付け加えた。こんなも民生の問題などということを言っているレベルではないでしょう。何にしても軍事優先ですから、ということなんですが、この衛星に関してですね、これあの5月16日、一月前ですが開かれました、北朝鮮による拉致問題対策本部、要は自民党のあれですね、党本部1階の101号室で開かれた。これ関係者外資と書いてあるのでお見せすることはできないと思う。まあ出席者ぐらいはいいでしょうというつもりで、これ北村敦郎さんが事務局長、山谷恵理子さん、これ本部長ですね、挨拶されているのがこういう方々です。拓也さんと西岡さんが出席されたんですね。議事は拉致問題をめぐる取り組み状況について、家族会、救う会、拉致議連の訪米報告、 G7 サミットに向けた北朝鮮の拉致問題解決に関する決議案について話されておりますが、私ねこれ中身見たんですけど、どこがその社外費になるのかがよく理解できないんですよ。これはあの内閣官房拉致問題対策本部事務局が作成した資料だと思いますけども、これはあの、まあ、一般にこれも資料として添付されてるんですが、関係社外費という関係者外費になる、まあ、これはあのホームページに載ってるやつですから、皆さんあの拉致隊のホームページを見られたらよくわかると思うんですけどね、この家族会救う会今後の運動方針の岸田内閣総理大臣への伝達と、これはあの新しい運動方針を伝達した時のものです。でこの次はあの UA 前線ですね。UA 前線、松浦明彦会長をはじめ代表の方々から拉致被害者の早期救出を求める署名簿884,639筆を受領した。これ4月10日の時の写真です。家族会からこれ松本さんが同行されてるんですね。あとこれ横田さん、違うな、これはな、松本さんが同行されています。松本さんというとあの松本京子さんがあのやはり UA 前線の、まあ、なんていうかな、組合員、 UA 前線というかその前の団体の組合員で、現 UA 前線ではありませんけどの組合員であったことを受けて、 UA 前線は非常にあの積極的に、この署名活動や署名運動をしていただいております。これも
本来特定失踪者問題調査会の荒木代表、それから村尾幹事、今幹事長でしたかね、今ね、が中心になって遊泳前線との関係強化をもってやっておられます。これ国内向け理解促進活動といって、政府がやっている理解促進活動ですね。これはこの恵みのアニメを作ってやってますということです。これがだから社外費とは全然思えないので、もうホームページに載っております。これ若年性の啓発の強化、まあ、こういうことはやっております。恵みの教材として全国小学校中学校高等学校に無償配布、令和3年度から教員の研修用として令和2年度教員と研修収録映像、そが人見知り等の講義の DVD の無償対応開始ということです。これも、これもやってます。ただどこまで中学校高等学校で普及しているかというと、まだまだ宮城県以外はそんなに半数以上は行ってません。秋田もそこそこ、宮城スクー会秋田の積極的な姿勢で中学校とか高等学校に浸透していっていますけれども、その他スクー会のその組織自体が脆弱なところではなかなかそこまでは進んでいない。全国協議会もそこまでは進められないという状況で、個別の救う会の皆さんの尽力によって普及をされているということです。これ政府はほとんどどこまで積極的にやっているのかは分かりませんが、それをでも書いてますから一応お知らせしときますね。次に、学校からの要望において事務局員を派遣し、拉致問題の概要を説明というふうに書いてありますが、これは本当に概要だけだったら本を見ればいいということなんですけどね。まだ産経新聞がやっている派遣事業、あちらの方が中村勝さんがこの一応拉致事件に関しては非常に詳しいので、それの背景とかを知るのには一番いいのかもしれないとは思うんですが、私これ聞いたことないんですけども、職員の概要説明というのを、まあ2年ごとに変わる人たちですからね、それは分からないと思いますよ。だから単にこれまで その政府がやってきたことの羅列で相手にどのようなそのインパクトを与えるのかちょっと聞いてみたいですけどね。次に作文コンクール、これは毎年最後に、ここでも一回読ませてもらったことありますけど、これを実施しているということです。これでも一時期やめようという話があったらしいんですよ。ただやっぱり、どこからかそれは絶対やめちゃいけない、やるべきだという声に押されて、拉致隊が方針変更をしたということでした。令和元年度から教員を目指す大学生を対象に、授業の指導案を作成、実際に授業を行うことを通して実践事例を積み重ねていく授業を実施、講師に千村康氏と書いてありますね。これも私はあまり知りませんでした。子ども霞ヶ関見学デーにおいて子どもたち拉致問題をしてもらうコーナーを実施、講師に松木信弘氏ということらしいです。電子版コミック、母が拉致された時僕はまだ1歳だった、これは光一郎君のことを書いた電子版コミックですが、これを追加、これらについて動画付きバナー広告を各種 SNS に掲載と書いてあります。で、子ども向けパンフレット、こういうパンフレットを作成しておりますので、そうですね、学校の皆さんこのパンフレットを拉致隊に請求していただければきっと届くと思います。さらに、国民の集い、これは毎北朝鮮人権週間の時に行われている
国民の集いと、あと県単位で政府主催でこういったことが行われていることもあります。令和4年度までに72回開催というふうに書いて、私たちはやっていますということをアピールする文章ですね。舞台劇公演恵みの誓い奪還の開催、令和4年度までに54回開催というふうに言っています。でもこう舞台劇の推進に関しても私は積極的ではないという話を聞いておりました。昨年今年度の予算案成立前にもう縮小していく、この舞台劇を全国で展開するのをね、縮小していくという自治体の意向があるという話を聞いております。これは関係者から聞いているので間違いないと思いますけれども、どうもその、予算という点で、問題があるのではないかという話なんですけどもね。しかしね、ここに北朝鮮向けラジオという、これ海外向け理解促進活動の中に、これニューヨークとかでもやってるんですけども、国際シンポジウムを開催、国際社会に向けた情報発信と連携強化に取り組んでいるという報告があります。はい、やっていることはやっております。令和元年5月、ハドソン研究所、北朝鮮人権委員会共催の拉致問題に関するセミナーをワシントン DC において開催、やっていました。令和元年5月、菅官房長官兼拉致問題担当大臣がアメリカを訪問、ニューヨークの国連本部にて日本、これも やられたことはありますね。ということを一応やってはいますが、それが前にその後どうなるかということに関しては全く僕は私が知る限りは何も生まれてきておりません。あと情報発信、内閣官房運営、ふるさとの風、日本の風、北朝鮮にとらわれている拉致被害者に家族の声や励ましのメッセージを伝えるとともに、北朝鮮の人々の我が国に対する理解を増進する情報の発信等を行うため、平成13年7月からふるさとの風、日本語および日本の風韓国語を毎日放送、令和3年度からは放送時間を1時間パー日ですね、1日1時間拡張して、1日5時間の放送をしているということです。ニュースジャンルや使用音楽の多様化と放送コンテンツの充実化に取り組み中、特定失踪者問題調査会の潮風と平成27年12月以降共同でラジオ番組の公開収録イベントを開催、これを4月末まで16回やっているということを書いてあります。共同で番組制作費を等を行うなど、海外の北朝鮮向けラジオ放送局とも連携、これはどこと連携したんでしょうかね。ボイスオブアメリカですかね。でラジオフリーアメリカとボイスオブアメリカと連携したということを強調しています。拉致問題担当大臣のメッセージを潮風とともに共同収録放送をしています。令和4年度より潮風を活用した委託放送枠を拡大、1日30分で、1日拡大し1日1時間30分に拡大をしておりますというふうに言って、これはっきり言って私たちもふるさとの風もう聞いておりません。だこれに書くんだったらどれだけ、妨害が妨害を受けたか、妨害電波の回数とかも明記すればいいんですが、明記しません。なんででしょう。私はその聞いた話ですけども、あまり日本このふるさとの風の周波数帯があまりその聞かれないというかな、北朝鮮にあまり届いていないんではないかという周波数帯に
設置されているがためにあまりその北朝鮮政府が怖くなるようなものはのあれ発信にはなっていないということを聞いたことがありますが、こういう私もあの最初のうちはね聞いてたんですよ、拉致隊からこの CD が送られてきまして、それを聞いてたんですが、当初の泉一さんとかが北朝鮮情勢の解説をしたり、それから70年代に流行った流行歌を出したりしていました。ただ北朝鮮を非難するようなことは全くないですし、果たしてこれを聞いて拉致被害者が勇気を持つのかなというそんなことを考えながら聞いておりまして、これやるんだったらもうあの初夏に全年委託した方がいいんじゃないかなというふうに思っているんですが、ダメなんですね、やっぱり政府の予算を預かっているところでは。だからこういうところで予算使って、で変なところで予算使ってるから恵みへの誓いとか一般向けへのところにお金を使えないということじゃないですかね。まずやはり啓発というのを十分にやっていかないと、拉致事件のこの解明に向け拉致事件の解明に向けた国民的世論の創生はできないということから考えるとね、もうちょっとお金の使い方にあのやってもらいたいと思いますよ私は。ということがこの一応この北朝鮮による拉致問題対策本部の資料として、大体でも大体毎回同じような資料が添付されています。これは外務省が作成した拉致問題をめぐる外交面での最近の主な取り組みというものなんですけれどね、このこれも読んだんですけど、ほとんど何ていうかな、表に出てる部分しかないので、なんでこれが関係諸外費なのか、外務省がこんなの作ったということが北朝鮮に散れたら、また強硬な姿勢を取られるのではないかというからやめたんでしょうかね、よくわからないんですよ。なんでこれが社外費になるのか。例えばですね、軽井沢外相会合、インド太平洋に関するワーキングディナー概要というふうに書いてあって、林大臣から、前例のない頻度と対応で弾道ミサイルの発射等を行っており、深刻に懸念する旨述べ、 G7 として北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射を強く非難した。これ聞いてますよね皆さんね。あの北朝鮮関係に興味のある方はおそらく、もうちょっと深いネット情報を、見ればこのようなことは書いてあります。だからなんでこのこういうのかな、日本イタリア外相会談、北朝鮮の対応などについて引き続き連携していくことで一致、よくわけのわからないこういう社外費ということです。で、あの参考資料も作ってあるんですけど、これもおそらくこれはねミサイルに関する参考資料ですね、これね、これ4月13日の北朝鮮による弾道ミサイル発射についてということを書いてあって、それに対する参考資料として、こうつらつらとつらつらと、こういうものが書いてあります。で、これは別にネットに出てるからいいと思うんですから、これね、これまで北朝鮮が過去に人工衛星の打ち上げと称して発射した弾道ミサイル、最初は1998年、ペクトサン1号、光明星1号というものを発射して、これスダニから発射したんですね、東海岸で、成功と言っています。成功と言っています。2009年4月5日銀河2号、光明星2号、これもムスダンニから発射してる、これも成功と言っています。これも東に向けてやったもんですね。
2012年4月13日、3月17日発射の27日前、事前通告日ですね、事前通告日、27日前に通告したんですが、4月、の期間に発射する銀河3号、光明星3号、1号機というふうに言われていますが、これはトンチャンリから西側のトンチャンリから発射して南に撃って失敗という発表しています。同じ2012年12月12日、2月1日発射の11日前に事前通告をして銀河3号、光明星3号、2号機、光明星3号の、まあ、と同じ型なんでしょうね。で、地球観測のための衛星ということに、これもトンチャンリ西側から発射して成功と言っているようです。これも南へ発射してますね。で、2016年2月7日、発射の5日前に通告で、8日から25日で6日付で、7日から14日に変更、前倒ししたってことですね。これね、光明星4号、というものを発射しております。これも成功というふうに言われてます。南、そして2023年の5月31日に一応予告、事前通告して、で1日から5月31日から11日の間に発射をすると言って、結局31日もう発表したその日でしたかね、翌日でしたかねに、発表して、今回はこれは失敗と言って、弾道ミサイル、あ違う失礼、韓国軍に回収をされるという失態を受けて金正恩が憔悴しきっているということですよね。でも私、この事前予告というあまりにもその、堂々とやってることに対してよっぽどの自信があるんだろうなというふうには感じてるんですが、これまでも事前予告して結構じゃあ1回失敗になってるんですけども、でもみんな成功成功成功と言ってるでしょ、こうやって北朝鮮は。でも未だにその地球の外を回ってる衛星で北朝鮮のものを確認できていないということからするとね、まあ失敗なんでしょうけども、成功成功成功と言ってるんですよ。だからメンツの部分で成功と言っているのか、で今回失敗と言わざるを得なかったのは、残骸をやっぱり回収されたという事実があるんじゃないでしょうかね。で、前にも確か言ったと思いますけども、このミサイル開発に関して失敗をして粛清されたという話は聞きません。私はもしかしたら下手にこれだけ大々的に言って、で失敗したら粛清されるんではないかとちょっと恐れていましたけれど、そういうのは今までもなかったですし、おそらく大丈夫なんじゃないかと。ただそれはこういう技術者をどん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 毎回毎回粛清していったら、本当にその技術自体がどん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 立ち遅れるということは金正恩もよく分かっているからではないですかね。だがやはりこの先ほど記事で読みましたけれど、脆弱な技術でなかなか成功できないということをもう人民もそろそろ知り始めたというか、気づき始めてしまったということです。衛星の打ち上げ失敗のニュースが広がると一部の人々はため息をついているという、これはデイリー NK の、内部の話なんですけどね。こういうのがどん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 広がると、まあ求心力は今あまりないとは思うんですけれども、金正恩体制の崩壊に、つながっていく可能性はあります。しかも餓死者が出てるということなんですよ。ロシアとの武器供与との あれで、ロシアから結構穀物、しかも小麦粉が送られてくるらしいんですけど、今北朝鮮は無料配給制じゃないですから、小麦粉が送られてきても値段が高いん
ですって、トウモロコシや米と比べて。だから一般庶民がなかなかそれを手にすることはできない。それを安く買い入れられるところ、なんとか市場とかあるんですけどね。でもそれよりもジャマダンとか、あのそういう民間の市場の方に売った方が高く売れるので、関西の市場に売ることをちょっと拒んでるという話があって、で一般の国民に、その一般の人民にはなかなか行き渡っていないから、餓死というか食料が不足して、地方、特に地方ですよね、に餓死者が増加しているという話があります。いくら北朝鮮に人道支援しても結局はこういう方々には回らないということじゃないでしょうか。米をやったってどうせ幹部だけにしか回らないというのは昔から言われていたことでね。だからもう北朝鮮に対してあまり幻想を持つなと。人民の命を考えるんだったら、あの政権をやはり変えていかなければならないんじゃないかという、私は在日の同胞の在日の方々が同胞の命を救うためにもうちょっと立ち上がってもいいのかなという思いでずっとおります。今日は時間になりましたのでこの辺で失礼いたします。また